はい、どうも、休日のサラリーマン団長でございます。どうも、はい。今日はね、微妙にマイクラ動画じゃありません。はい。前の拠点に戻ってきたんですけども、なんかね、アップデートがあったんですね。でね、これ、なんかレシピとかがね、今持ってるアイテムで何ができますかみたいな感じのが分かるようになってるみたいなのかな、よくわかんないけど、すげえ、そう、こんな機能がね増えちゃってたんですよ、さっきねつけたら。まあいいんですけど、せっかくね本買ったのだっていう感じ、本ここに入っちゃったよ。まあ便利なことはいいことですよね。はい。で、まあ、今日は実はですね、はい。これ、いつもはね、MacBook Pro 2015年モデルでやってるんですけどね、これ、この間動画出したんですけど、iMac、2017年モデル、今新しいやつだね。それの、27インチのやつで、レーティーナーディスプレイ 5K のやつで、Core i5 プロセッサー、3.4GHz クワッドコア、ターボブースト、最大 3.8GB、メモリは 8GB です。で、1TB のフュージョンドライブで、Radeon Pro の 570 っていうね、ビデオメモリ、ビデオカードも入ってるカードなのか、なんかわかんないけど、それが入ってるモデルを買ったんです。あってわかんないけどね、多分それ。で、そっちに今データを移しまして、セーブデータ、みんな気になってると思うんで、こう最低スペックでね、今回、iMac 買ってみたんで、これでまあゲームがね、サクサクいけるのかなと、そこをねちょっとね見てみたいと思います。はい。まあね、MacBook Pro でも全然ね、余裕だったんで、絶対大丈夫だと思うんですけどね。はい。てなわけで、足場を積み上げて、砂とかないかな。そう、足場を積み上げて、上からチャンクを上げて、周りを見渡すというやつ。あれをやってみます。すげえ便利じゃん、これ。マジかよ。ここら辺の。ちょっと待って。そういうんじゃないかな、今日。これ夜になっちゃうかな。一回、夜になっても。いや、よくない。絶対よくない。俺死ぬもん。こんだければ取りやすいでしょう。じゃあ夜になるんで一旦逃げまーす。ついさあね、正直 Mac、iMac を買ってみたらいいんだけども、正直ね、スペックとかね、そういうの全然わけわからずに買いました。まあね、一番安いモデルなんでね、27インチの中で一番安いモデルなんで、まあでもそれでも悪くないよね、全然。まあ普通のこう YouTube やってる人とかね、動画編集したい人とかね、まあ Mac 買う人はもう高スペックなの買いたいんでしょ、みんなね。よしよし、でここで、よし、ここは仕事しとこう。今ね、こんな感じ、雲がね。じゃあね、前回、てか前と同じような感じで、まずは、そう、難易度ね、ちょっとイージーに下げました。死にすぎなんでね、また戻すかもしれませんけど、
ぐーっと最大までいきます。では行きます。どうや、呼び込みどうや。ほほほほ、うん、どうでしょうか。こんな感じなのかな。まあね、本体の積んでるメモリは8ギガです。多分普通に Mac 選ぶ人は不安じゃないの？一番少ないメモリだしね、8ギガ。MacBook Pro も、僕が使ってる MacBook Pro も8ギガです。ちなみに Windows パソコンも持ってるんですけど、そっちも8ギガです。はい、こんな感じかな。どうかな。もっと上がってみる上に。よし。よっ。はい。どや。ここまでしか見えないな。でも確かに MacBook Pro の時よりもいいよ、滑らかだよ。なんかムラとか見えそう、あの辺にないよね。見えちゃいけないやつ見ないよね。 OK な。どうや、なんか打ってるけどないや。来い。今ね、多分探ってるね。うん、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ちなみにこの32チャンクにしましたけど、今ここが見えてるこの範囲、これで見えてる範囲が敵が湧く範囲らしいですね。この広さ、この広さを自分を中心に、この広さのところに敵が湧くようになってるんですよ。本当かな、めっちゃ広いんですけど。この辺村ありそうな気がする。この辺にないかな。どう、これ以上読まないか。こんな感じだろう。うん、はい、まあこんな感じですね。ジャンク上げてもね、正直全然大丈夫そう。まあわかんないけどね。敵も見え、あ、これ読んでるな。あ、いけてる。うん、こんな感じですね。おお、いってるいってる。時間はかかるけど読んでるみたいです。でも別に動き的にそんななんかないな。滑らかに滑らかだな。はい、うん、いい感じ。特別読み込みが早くなるわけでもないのかな。そんだけ重いのかな、マイクラって。はい、こんな感じでございます。はい、は、危ない。はい、てなわけで、今日はね、新しい Mac、 iMac をね買ってみたので、その動作、なんつうのかな、ベンチマーク的なテストでございました。みんなね、気になってるでしょ、本当は。ね、iMac 選ぶのにあたって、まさかね、一番低い、こう、何も選択しない状態の、スペックを買うやついるんかいって思うでしょ。いるんですよ、ここに。いるんです。はい。これでもね、サクサクきっといけるはず。ゲームもできるし、動画編集もできるはずということでね、ちょいちょいこういう検証をね、していきたいと思います。どうも。また見てください。休日のサラリーマン団長でした。ペッペッペッ。